アメリカ連邦下院議員のスコット・ペリー氏は10月1日に、中国共産党を国際的かつ組織的な犯罪集団に分類する重大な法案を提出しました。法律専門家は、同法案が一旦可決すれば、直接、中共の崩壊へとつながる可能性があるため、重要な意義があると見ています。 ペリー連邦下院議員は、中共を国際的かつ組織的な犯罪集団に分類する法案を提出すると同時に、連邦捜査局に中共を重要な国際的犯罪組織に認定し、対象リストに組み込むよう求めました。この法律は事実上、利己法を中共党員らに適用させている。 彼らが中国にいようとアメリカにいようと、拘束を含めて真の処罰を受けるだろう。これまで国会の法案は、中共に関する一つの問題に狙いをつけていましたが、ペリー議員の法案は根本から中共を対象としています。同法案は、中共政権の主権免除を取り消し、中共に犯罪行為の責任を負わせます。 中共の犯罪行為を指摘し、処罰の対策を講じ、この動きに対し起訴することが第一歩です。この法案が、もし法律になると、人類全体の運命と方向性が変わる。第一に、必然的にアメリカと中国は分断される。第二に、いかなる方法で中国共産党の統治を覆しても、合法である。第三に、すべての党員、9000万人は、すべて犯罪者になる。 ヨーネー氏は従来アメリカはナチスとテロ組織を犯罪集団とみなしていました。中共を同類とみなした以上、連邦政府に限らず多くの皇族する行動があるでしょうと指摘しました。後にある民事訴訟、特許権侵害訴訟、刑事訴訟、国際関係を含めてすべてが追随し変化が起こり、それらは直接、中共の崩壊と滅亡をもたらすだろう。 現在、同法案はまだ初期段階で、下院司法委員会による修正の通過と、上院議員が上院版を提出する必要があり、最終的にトランプ大統領の署名で効力が発生します。